日本共産党の笠井彰です。今回の産教法改定案の中堅企業関連措置について今日は質問いたします。近年中小企業の定義やそもそもの政策のあり方をめぐって、政権の中枢や経産省幹部の方々のさまざまな発言が行われてまいりました。今回の法案で中堅企業を重点的に支援することは、いわば中小企業政策に大きな影響を与えるというものだと思います。したがって事実に基づいたファクトベースの議論が不可欠だと、そういう見地で伺っていきたいと思います。まず前回2021年の産教法改定の前年9月6日の日本経済新聞に、中小企業の再編を促す競争力強化へ法改正検討という見出しで、総理就任直前の菅義偉官房長官へのインタビューが掲載されました。そこに相対的に大きい中小企業が中小への手厚い優遇措置を受けるため、あえて資本金や従業員数を増やさない例もあったとあります。中小企業支援が手厚いから、中堅に成長しないと言わんばかりの話であります。そこで財務省に確認しますが、中小企業対策費は経済産業省、財務省、厚労省に計上されておりますが、2024年度当初予算での合計額はいくらになっているか。東日本大震災復興特別会計に計上分は除いた額で言っていただきたいと思います。また当初予算で2000億円超が中小企業対策費として計上された直近の年度はいつで、額はいくらでしょうか。財務省吉野主計局次長。お答え申し上げます。令和6年度一般会計予算に計上されました中小企業対策費は1693億円でございます。またお尋ねの一般会計の当初予算2000億円超の中小企業対策費が計上された直近の年度につきましては昭和61年度であり、その額は2052億円でございます。笠井彰さん。昭和61年度というのは、1986年ということでありますが、1987年度以降中小企業対策費は2000億円を切って、自民党など政権与党が30年以上にわたって、削減を進めてきたと、どこが手厚い優遇措置なのかということになってまいります。そこで菅前総理のインタビューでは、中小への手厚い優遇措置を受けるためあえて資本金や従業員数を増やさない例もあったと、言われております。そういう議論の中で前回のこの産教法改定が行われたわけでありますが、そこで経産省に伺いますけれども、中小企業は1963年の中小企業基本法制定で定義をされました。そして製造業での資本金規模による定義というのは、その後1973年改正と1999年の改正でどのように改定されて、シフトしてきたのか紹介してください。中小企業庁山本事業環境部長。お答えいたします。製造業における中小企業の定義は、委員ご指摘のとおり1963年の中小企業基本制定時におきまして、資本金5000万円以下または従業員数300人以下とされておりました。1973年の基本法改正におきましては、資本装備率の上昇によりまして、製造業における従業員300人に対応する資本金規模がおおよそ1億円程度に高まったことから、資本金基準を1億円に引き上げたところでございます。1999年の基本法改正におきましては、1973年改正時より資本装備率が3から5倍に増加していたこと等の理由から、資本金基準を3億円に引き上げたところでございます。笠井彰さん。中小企業政策を受けたいために、相対的に大きい中小企業や中堅企業が中小企業定義の上位シフトを要求して、自民党政権がそれに応えてきたと。そうやって中小企業の定義を拡大してきた結果、そもそも貧弱な予算しか持たない中小企業政策に、
上層の上の層のですね、中小や中堅が食い入るようになったのが現実であります。菅前総理へのインタビュー記事には、菅氏は小規模の利点を生んでいた同法の区分要件の改正を念頭に置くとも記されております。そこで斉藤大臣に確認しますが、1997年に純粋持ち株会社が解禁されて、多数の大企業系の中堅企業や中小規模企業が生まれた、そういうことではないでしょうか。斉藤経産大臣。1997年に独占禁止法が改正をされて、原則として禁止されてきました持ち株会社について、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立などを除きまして、解禁されたものと承知しています。でこれは経済界を中心に度重なる規制緩和の要請があったということに加えまして、企業活動のグローバル化や我が国経済における産業の空洞化の懸念といった内外の諸情勢、この変化を背景として見直されたものというふうに承知をしています。その後、純粋持ち株会社の数は徐々に増加してきておりまして、平成24年には365社、平成28年には861社、令和3年には2024社となっています。これらは純粋持ち株会社について、例えば令和3年においては中小企業基本法上の製造業等の中小企業の定義に該当する企業が1907社、今回産業競争強化で新たに定義する中堅企業に該当する企業が115社存在している状況となっています。笠井明さん。今あったように、こうした大企業系列会社が小規模の利点を利用してきたのが現実ではないかと思います。そこで経産省に伺いますが、1999年中小企業基本法の改正について、2020年版の小規模企業白書では何と言っているか、第3部の第1章の2のところで、中小企業基本法の抜本的改正1999年の部分を紹介していただきたいと思います。中小企業庁山本事業環境部長。お答えいたします。そのまま読み上げさせていただきます。1999年12月に公布された改正中小企業基本法では、中小企業を多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより、我が国経済の基盤を形成するものと位置づけて、これまでの画一的な弱者という中小企業像を払拭した。また中小企業は1、新たな産業の創出、2、就業の機会の増大、3、市場における競争の促進、4、地域における経済の活性化の役割を担う存在であることを規定するとともに、これまでの二重構造の格差是正に代わる新たな政策理念として、多様で活力ある中小企業の成長発展を提示している。この新たな政策理念を実現するため、独立した中小企業の自主的な努力を前提としつつ、1、経営の革新及び創業の促進、2、経営基盤の強化、3、経済的社会的環境の変化への適応の円滑化の3つを政策の柱としている。以上でございます。笠井明さん。今紹介いただきました1999年、25年前にすでに画一的な弱者という中小企業像を払拭して、多様で活力ある中小企業への成長発展、つまりベンチャー企業を指していると思うんですが、これへの支援に政策理念を転換していると。さらに経産省に伺います。2021年の産業法前回改定の際に、中堅企業への成長促進として中小企業経営強化法、地域未来投資促進法、中小企業基盤整備機構法に特定事業者の定義を新設いたしました。どのような定義でしょうか。中小企業庁山本事業環境部長。お答えします。
2021年の産業法等の改正におきましては、海外での競争を目指す中小企業の中堅企業への成長を後押しするため、規模拡大に資する支援策について、資本金によらず、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型として、特定事業者を創設したところでございます。その特定事業者の定義につきまして、具体的には、製造業は従業員数500人以下、卸売業は従業員数400人以下、サービス業、小売業は300人以下の会社または個人としているところでございます。笠西明さん。じゃあ今回の産業法改正をめぐってはどうかと見てみますと、3月8日の日経トップリーダーで経済産業省の吉川審議官は、中小企業に対してはさまざまな支援を行ってきた一方で、中堅企業には十分なフォーカスが当たってきませんでしたと、中堅企業にはこれまで法的な定義さえありませんでしたと述べております。斉藤大臣に伺いますが、ご自身ですね、4月12日の日本経済新聞のインタビュー、前回にもいろいろと議論で紹介されてましたが、そこでこう言われてます。これまでの中小企業政策のは中小企業政策は力の強い大企業に対し弱い中小を支えるという発想に立ってきたと。同じ中小規模でもスタートアップのようにどんどん成長していこうという企業は中小政策の主眼ではなかったというふうにされて、力ある中堅を後押しするとこう述べられております。一方ではですね、先ほど答弁ありましたけれども、中小企業対策費を減らしていきながら中堅企業支援に重点をこれからさらにシフトすれば、この全体のパイというか枠が減ってきているわけですから、圧倒的多数の中小企業はこの支援の外に置かれていくことになるということではないかと思うんですが、いかがですか。斉藤経産大臣。笠西さんが今言及されたインタビューで、私は他のところで、小さな企業がですね、子どもを育てながら雇用を維持しながら頑張っている企業も大事にしなくちゃいけないという趣旨の発言もしていますので、ちょっと付け加えさせていただきます。中小企業小規模事業者はもう企業数全体の 99.7%、 従業者数の7割、付加価値の過半を占める日本経済の屋台骨でありますので、一方で地域経済を支える重要な存在でもあります。一方、一般的に中小企業は景気やコスト増といった環境変化の影響を受けやすくて、大企業に比べて視力や信用力にも乏しいと。このため市場任せではその十分な事業の成長も見込めない場合があるということで、中小企業の成長に向けては国や自治体による適切な支援が重要であって、国において毎年度国会でご審議をいただきながら必要となる中小企業対策費を措置しているところであります。で、地域の中小企業にも裨益する中堅企業の創出、これ大事であるので、今回法的対応もするわけでありますが、そういった支援と合わせて引き続き中小企業小規模事業者の成長、これは適切に支援してまいりたいと考えています。笠西明さん。私も大臣のインタビューは全体読んだ上で質問させていただいているんですが、この圧倒的な中小企業の皆さんからは、全商連、全国商工団体連合会とか、あるいはもういろんな団体に入っていらっしゃる皆さんからもそうですが、中小企業対策費を足りないと、もっと増やしてほしいということはもうどんどん出ているわけですよね。それで大臣ご自身は中堅も中小も大事にされると、で今日午前中落合議員の質問に対しても、地域の雇用を支える重要な担い手が中小企業だと、手を緩めることなく支援をしていきたいっておっしゃるんだけども、しかし今年度予算でも中小企業対策費を前年比で今度見ただけでも11億円減らしてるわけですよ。一方で中堅中核企業の経営力向上支援などを実際に増やしているということになっていて、結局どっちも大事だとおっしゃりながら重点を添えてシフトするということになると、一人握りだけ伸ばして多数が外に置かれていくということになってしまうんではないかと。これで本当に日本経済全体が良くなるのかということは問われるんじゃないでしょうか。斉藤経産大臣。
まあ、葛西さんもご存知の上でご質問されていると思うんですけど、中小企業対策は別にその予算だけではなくてですね、その膨大な金融支援というものも行っています。まあ、信用保証協会のですね、信用保証なんかはおそらく私今手元に数字ありませんけれども、かなり の中小企業が利用されているというふうに思っています。まあ、その時々の環境に応じて予算の変動あるかもしれませんが、そういった金融措置も含めてですね、しっかりと対応していきたいと考えています。葛西明さん、まあ、予算というのは10のメルクマールで、もちろん予算だけにとどまらないとおっしゃるけれども、金融の問題だってなかなかそれ以上借りたくて借りられないとか、いろんな問題も抱えながら中小企業頑張っているわけであります。その点はやっぱり見ていく必要があると思います。そこで今回の産業法改定案の内容に関わって具体的にいくつか伺っていきたいと思いますが、今回の法案の元になっている産業構造審議会の第17回経済産業政策新基軸部会、2023年の11月7日において産業即興所得強化法の見直しについてという資料が経済産業省から提出をされました。その19ページに、中堅は中小企業を卒業し、グローバル大企業へと至る過程の成長段階の企業というふうにされております。私、これ、拝見してですね、いかがかと思ったんですが、この表現は、菅前総理が成長戦略会議のメンバーに選んだ、デビッド・アトキンソン氏の言説を思い起こされるようなもので、中小企業が多いのは、その中小企業経営者の能力が低いためだと言わんばかりだというふうに思うんですけれども、大臣どのように受け止められますか。どういうの考えに立たれるでしょうか。斉藤経産大臣。ご指摘の新基軸部会の資料に記載されている通りですね、中堅企業は中小企業を卒業した企業であって、規模拡大に伴い経営の高度化や証券の拡大事業の多角化、そういったビジネスの発展が見られる段階の企業群であります。こうした成長の姿の一つとして、グローバルに活動する大手の大企業が、まあ、あるわけであります。ただ私の考えはですね、他方すべての中堅企業や中小企業が事業規模の拡大を目指すものだとは考えておらず、規模を維持しつつも地域経済雇用やサプライチェーンを下支えする重要な企業も存在すると私は認識をしています。葛西明さん。私はですね、この単純な物差しで中小中堅大企業を比較すること自体にやっぱり問題があるんじゃないかと。そもそも中小企業と大企業に必要な経営者能力について両者の優劣を比較するような表現ぶりとか、中堅企業大企業の方が優れているみたいな、そういう表現はやっぱりするべきではないなというふうに思います。その点はどうですか。大臣。斉藤経産大臣。中堅企業もいろいろありますし、中小零細企業もいろいろありますので、まあ、ひとくりに断ずるということは慎重であるべきだと思います。葛西明さん。まあ、問題はそれだけじゃなくてですね、32ページでありますが、その資料のですね、1社あたりの純利益率の差を単純に比較して中堅企業と大企業の間に大きな差としております。しかし大企業の高利益率の背景には、下請けやサプライチェーンに対する、まあ、下請け問題が、まあ、厳然と存在をしていると。大臣に伺いますが、価格転嫁の問題に手をつけずに中堅から大企業への成長を煽るっていうのは、中小企業が苦しんでいる下請け問題をさらに深刻にするだけではないかと。中小企業の賃上げ努力にも水を差すものではないかと。下請け企業への根本的な価格転嫁対策こそ必要じゃないかと思うんですが、どのようにお考えでしょうか。斉藤経産大臣。この点は珍しく葛西委員と意見が一致しておりまして30年間続いたコスト型のチーム思考からですね、投資賃金物価が上昇する成長経済への転換のために、私はサプライチェーン全体で価格転嫁を進めていく徹底的な対策が必要だと認識しています。まあ、具体的には毎年3月と9月を価格交渉促進月間と位置づけ、まあ、企業リストを公表したりですね、状況が芳しくない経営トップに対する事業所管大臣名での指導助言など、まあ、私が経済産業省に勤務していた頃には
考えられなかったような思い切った措置を講じてきています。また330名体制に増員した下請け G メンによる取引実態把握にも取り組んでいます。まあ、さらに中小企業の賃上げ交渉が本格化している3月下旬以降、発注側である大企業の業界団体、これは電子情報技術産業協会ですとか自動車工業会の経営トップに対しまして、私自身が直接価格転嫁を強く要請しております。こうした対策を粘り強く継続をして、支度中小企業の価格転嫁、これを後押ししていきたいと考えています。笠井明さん、価格転嫁対策が必要という点では一致すると、これ大事だと思うんですが、価格転嫁の企業名公表なども大事だと思うんです。で、同時にですね、やはり下請け代金法の罰金の引き上げとかですね、あるいは被害救済の違反金の制度を作るなど、下請け企業が価格転嫁ができるようにすべきだということ、そして賃上げに向けては私は我が党も提案してきますが、おりますが、内部留保課税に踏み込むということも併せて必要だということを強く申し上げておきたいと思います。さて、中小企業は賃上げ支援策として社会保険料の負担軽減などの直接支援を求めております。岩手県で昨年12月に成立した補正予算には、賃上げを行った県内中小企業を対象に最大1000万円を補助と、従業員や1人当たり5万円と、1事業者当たり最大20人まで支援を行う施策が盛り込まれました。斉藤大臣、3月22日の参議院財政金融委員会で我が党の小池晃議員の質問に、鈴木財務大臣は自治体の独自の取り組みとして評価したいと答弁されました。私は国としてもこのような中小企業への直接支援に踏み込むと、そういうべきやることを踏み込むべき時ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。斉藤経産大臣。各自治体においてはですね、賃上げ促進に限らず、さまざまな政策分野でそれぞれの地域の実情に応じてですね、独自の政策を講じていて、岩手県の取り組みもそうした独自の政策としてお進めいただいているものと承知しています。政府としてはですね、持続的で構造的な賃上げに向けては直接支援ではなく、中小企業が収益や売上を拡大し、しっかり賃上げして人材を確保し、さらなる成長につなげるという好循環による自律的な成長の中で賃上げを実現していくことが必要だという考えであります。その好循環を実現するための環境整備こそ国の重要な役割であると考えておりまして、価格転嫁や生産性向上に強力に取り組んでいくということではないかと考えています。価格転嫁対策としては先ほどご説明をさせていただきました。また中小企業向けの賃上げ促進税制についても、前例のない長期となる5年間の繰り返し措置の創設により、赤字でも賃上げに挑戦する中小企業の後押しをしたいということで抜本強化をいたしました。加えて生産性向上のため、カタログから選ぶような簡易で即効性のある省力化投資や、新商品サービスの開発に向けた設備投資等の支援を令和5年度補正予算にてすでに措置しております。こうした取り組みが厳しい環境にある中小企業、小規模企業者にしっかり届くことも大事でありますので、全国47都道府県に設置しているよろず支援拠点等における経営支援の中でも丁寧にサポートをしていきたいと考えています。笠井明さん、実際振り返って好循環なかなかいっていないというところで今問題になっているわけで、そこのところはやはり地方の取り組みを大いに参考にしながら生かしてですね、やっぱりやっていく必要があるということだと思います。で、結局大企業や中堅企業支援ばかり真剣ではないかと言われるようなことになってはならないというふうに思います。で、そればかりか今回の法案というのは中小企業に一層の幸せをする恐れもあると、経済産業政策新基軸部会、2023年の11月7日の、産業競争力強化法の見直しについてという資料24ページで、中堅企業が成長する際の経営課題は人材確保が最大の課題だが、特に中堅企業で顕著として、その対策として本法案で中堅企業 M&A の推進が盛り込まれています。
経産省に伺いますが、2023年8月1日の中小企業庁中小 M&A 推進計画の主な取り組み状況補足資料というものでは、劣悪な M&A 専門業者の実態が報告をされております。30ページ31ページの4事例端的に紹介してください。中小企業庁山本事業環境部長。お答えいたします。委員ご指摘の資料におきまして、 M&A 支援機関登録制度において設置している情報提供受付窓口に受け付けられる典型事例と、実際に寄せられた過剰な営業行為や仲介契約締結時の説明不足に関する事例を掲載しているところでございます。具体的には典型事例として2つ、1つは仲介事業者とフィナンシャルアドバイザーの違いについて説明がなかったという事例、2つ目、仲介事業者に支払う成功報酬は譲渡価格の一定割合と聞いていたが、最低手数料が適用されて想定よりも高い手数料を払うことになったという事例を紹介しております。加えて実際に寄せられた事例としてさらに2つご紹介をしております。 M&A の内容に興味がなく、電話をしてこないように伝えているにもかかわらず営業電話がしつこく困っているといった営業時のトラブルに関する事例、最後に先ほどの手数料に関するものに加え、買収にあたって必要となる譲渡側についての調査も提供されると思っていたが、実際には資料提供のみで専門的なアドバイスを受けることができなかったという契約締結時の説明不足に関する事例をご紹介しているところでございます。笠井明さん、こうした被害を受けるのは立場の弱い中小企業でありますが、この M&A に明確なルール、あるいは M&A を規制する法律がやっぱり必要じゃないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。斉藤経産大臣。 M&A 仲介事業者につきましては、政府参考人が答弁した先ほどの事例にもありますように、過剰な営業や仲介契約等の締結時のトラブルが報告されています。こうした点も踏まえまして、中小企業庁では本年4月より中小 M&A ガイドラインにおいて、仲介者 FA、 これファイナンシャルアドバイザーですが、仲介者 FA 等の支援機関に対して、仲介契約 FA 契約の締結前に契約内容や手数料等の重要事項について書面により説明を実施することを求めるとともに、その遵守を登録の要件とするM&A 支援機関登録制度によって実効性の確保を図っているところであります。また民間事業者の自主的な努力も重要で、仲介事業者の自主規制団体である一般社団法人 M&A 仲介協会におきましては、過剰な広告や営業の防止を含む自主規制ルールを策定し、今年4月から施行されているところであります。法規制によるのではなく、これらの取り組みによって民間事業者にある適正化に向けた動きを促していくことが重要であると考えています。 M&A が中小企業の事業承継や生産性向上につながる喫緊かつ重要な取り組みであることを踏まえ、引き続き民間事業者の動向をしっかりと注視していきたいと思います。笠井明さん。大臣にさらに伺いますが、現在事業承継総合支援事業になっている事業承継引き継ぎ支援センターは、将来にわたって公的相談窓口として存続をさせて責任を果たすということになりますか。斉藤経産大臣。中小企業の事業承継 M&A につきましては、 M&A の実施件数が増加傾向にあるなど一定程度進んできていると認識しています。他方70歳以上の経営者割合は過去最高となっておりまして、引き続き事業承継は喫緊の課題であります。そのため経済産業省では47都道府県に設置している事業承継引き継ぎ支援センターにおいては、地域の事業承継の事情に詳しい専門家による相談対応などのワンストップ支援を実施しています。なお事業承継引き継ぎ支援センターは、民間の支援機関による支援が行き届いていない比較的小規模な中小企業や地方の中小企業も支援対象としておりまして、事業承継引き継ぎの実現が難しい案件を中心に支援を行っております。
いずれにいたしましても事業承継は喫緊の課題であります。現段階では官民一体となった支援が重要だと思っております。今後のセンターの在り方についてはその時々の事業承継における課題に応じて検討していきたいと考えています。笠井明さん、M&A 推進をしておきながら公的な責任を放棄していこうとする動きがあるんじゃないかと今の声を伺ってもですね、その時々を見ながらということでは、M&A を通じた、中小企業を淘汰と言われても仕方がないということになります。そこで斉藤大臣、昨日の参考人質疑で中小企業家同友会、全国協議会、中道協の中山秀孝幹事長は、新陳代謝という考え方とは逆に一社も潰さない、共に学んで良い会社、良い経営者、良い経営環境を作ろうと一緒に頑張ろうと取り組んでいるというふうに話されました。中小企業で、中堅企業で人材確保が課題だから中小企業を統合再編すればよいなどというのは、やはりそういう点でいうととても恥ずかしい発想だというご認識、大臣おありでしょうか。斉藤経産大臣。私もですね、その M&A に関してはですね、いろんなケースがあるなということは十分承知をしております。ですから今回新しく作る制度におきましてもですね、この制度の趣旨がしっかりと貫徹されるようにですね、中小にも中堅にも両方メリットが及ぶような形で運用されていくということは大事だというふうに思っています。笠井明さん。法改正までしてですね、M&A を誘導してんじゃないかと、無理やりではないというんだったら、やはり M&A 偏重ではなくて、家庭内の継承とか、承継とかですね、社内承継の願いにきちんと許すべきだし、事業を継続できるための経営環境の整備にこそ、全力を挙げるべきだと思います。大体、今回の法案で支援対象とされるのは、ごくごくわずかな中堅企業であります。経産省に伺いますが、先ほどの新基軸部会資料の34ページに、中堅企業は約9000社とあります。このうち大企業の支配下にあるみなし大企業は、支援対象にしないということで間違いがないか、それを除いた中堅企業は一体何社になるのでしょうか。経産省、井上大臣官房審議官。お答え申し上げます。本法案では常用従業員数が2000人以下であって中小企業でない企業を中堅企業と定義し、この基準に合致するですね、該当する企業は経済政策活動調査を用いた試算によりますと約9000社ということでございます。そのうち特に、その成長発見を図るための事業活動を行っている企業をですね、特定中堅企業者と定義しまして支援を行うものであります。この特定中堅企業者の数でございますけれども、別途経産省が行っている企業活動基本調査に基づく試算によりますと、約1割がですね、該当するということでございますので、機械的にその割合が、特定中堅企業者であるというふうに仮定しますと、この9000社のうち、その1割でございますので、900社程度というふうに推計されます。それでもう一つ、みなし大企業の関係でございますけれども、個別の政策の内容に応じてご指摘のような場合においてもですね、対応が必要というふうに認識しておりまして、例えば本法案におきましては、特定中堅企業の要件について、従業員数が2000人を超える大企業の子会社等を大企業と見なしてですね、それを除くということで、大企業子会社を除くということですとか、あとグループ化をですね、促進する税制措置におきまして、すでに大規模なグループが形成されている企業を支援対象から除くと等を現在検討しているところでございます。笠井明さん。約9000社の半数、4500社だけの支援ということになると、こうした一人の中堅企業や、生産性が高い中小企業に対する支援というのは、全く新しいことではありません。過去にも行われて失敗したことが明らかになっております。1999年の中小企業基本法改正は、先ほど大臣とやり取りしたように、中堅企業、ベンチャー企業への重点的支援への転換だったと。1999年の11月5日の衆議院本会議での中小企業基本法改正案の質疑で、当時の深谷隆二、高志ですね、通産大臣は、中小企業の枠を広げることによって、中堅企業がしっかり前進して、さらに活力を増すことが大事だと明確に述べております。
それまで基本法では曲がりなりにも掲げていた中小企業と大企業との格差是正や不利の補正などの理念を、金繰り捨てた結果、中小企業全体を底支えする政策が転換をされて、中小企業の減少が加速したわけであります。そこで経産省に伺いますが、経済政策で1986年、1999年、2021年の中小企業数の推移はどうなっているか、そのうち小規模企業について、1999年、2021年の数の推移も述べていただきたいと思います。中小企業庁山本事業環境部長。お答えいたします。ただいまご質問のありました年それぞれの年についてお答えいたしますが、その前提として統計が事業所企業統計調査から現在の経済センサスへ変更されておること、また中小企業基本法改正による定義の変更、先ほどお答えしたとおりということがあることも踏まえる必要がありますが、中小企業の数につきまして1986年は約532万社、1999年は約483万社、2021年は約336万社となっております。またそのうち小規模企業の数につきましては1999年は約422万社、2021年は約285万社でございます。笠井明さん。1986年がピークで530万社だったのが現在336万社で、特に99年の中小企業基本法改正以降150万社減少で、そのうち小規模企業は138万社と、この現実をよく踏まえる必要があると思います。斉藤大臣に伺いますが、中小企業の減少というのは雇用就業の場を喪失させて中小企業から排出された労働力は大企業の労働市場に吸収されることなく、多くの中小企業から排出された労働者は生活基盤の喪失を余儀なくされたと、そういう認識はおありでしょうか。斉藤経産大臣。いろんなケースがありうるんだろうなというふうには思います。笠井明さん。中小企業における雇用就業の場の喪失は働く貧困層、ワーキングプアの土壌となったと、この頃から高齢者、若手を中心とした貧困が目に見えてくるようになって、さらに子どもの貧困の基盤を形成してきたと、中堅企業の重視、M&A による中小企業の統合再編は、もうこれをさらに深刻にするものだと言わざるを得ないと思います。そこで経産省が発表した2012年6月の小さな企業未来会議の取りまとめは、1999年の中小企業基本法改正の反省を打ち出しました。経産省8ページのこれまでの4ですね、これまでの中小企業政策の評価、括弧反省の1、括弧1の部分を読み上げてください。中小企業庁山本事業環境部長。お答えいたします。委員ご指摘の報告書におきましては、中小企業の中でも比較的大きな企業、括弧中規模企業などに焦点が当てられがちで、必ずしも小規模企業にしっかりと焦点を当てた政策体系となっていない、また既存の支援施策、補助金等も小規模企業が活用しやすい制度運用になっていない場合があり、見直すべき点があるといった指摘がなされております。笠井明さん。斉藤大臣、極めて明確な反省であります。これが2013年の小規模企業活性化法、2014年の小規模企業振興基本法、小規模企業支援法制定という一連の小規模支援施策につながったと、こうした経過というのはあると思うんですけれども、それは否定されませんよね。斉藤経産大臣。今事務方からですね、報告書の点について指摘をですね紹介させていただきました。でその後2014年に小規模企業振興基本法が制定をされまして、
成長発展のみならず事業の持続的発展を積極的に評価すること、これが位置づけられました。そして小規模事業者の持続的発展を支えるべく直面する人手不足や物価高騰等の課題に対応し、資金繰り支援ですとか徹底した価格転嫁対策を進めると、そして生産性向上や販路拡大にもに向けて革新的な製品サービスの開発、 IT 導入や人手不足に対応した省力化投資、新規輸出の実現を引き続きしっかりとですね支援をしていきたいというふうに考えています。笠井明さん、1999年の8月25日の日本経済新聞は、当時の小渕総理が1999年の通常国会での産業競争力強化法の前身である産業活力再生特別措置法の成立を受けて、先の国会では産業再生法関連法案などを通したが、中小企業問題は残っていると発言したことを報じています。実際にその年の秋は中小企業国会となって、中小企業基本法改正の流れとなりました。すなわち産活法、産業法と中小企業基本法は最初から一体で考えられていたと。でそういう点でいうとですね、産活法でアメリカ式の選択肢中で合併分割リストラを進めた結果、生み出されてくる大量の失業とアウトソーシングの受け皿として中小企業の役割を求めるという方向性が施行されていたと。それと同時に中小企業は自立を強制をされて、新たな部門への移動参入を強制されて、倒産や廃業を通じて既存の部門からの退場を余儀なくされたと。大臣にですね、こういう失われた30年というんだったら、大企業財界や政権与党の都合で中小企業政策を使ってきたこと、これこそ反省すべきだと思うんです。この問題も含めてさらに次の機会にまた正していきたいと思います。今日は終わります。